はい、まず帰ってきたら手を洗うっていうのはもちろんね、僕は今ね、服も着替えて、まあ今日めんどくさいから上着だけね、もうそっと着替えます。もう部屋に入るときはズボンも上も全部着替えて上がってます。はい、買い物したところを置くところ、絶対にね、このまな板の上に置かない。まな板の上にね、袋自体がね、悪いんだから。結構野菜とかなんかもね、生でポン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 こう買ったばっかりをここに置くんだけど、ここには置かないね。ここはもう調理をしてこう皮を剥いてね、調理する時に置くんであってね、買った野菜をそのままポンと置かない。洗ったやつを常に置くね。まず昆布ね、昆布がここに今なった昆布を入れます。水の中にね、ここでちょっと水が今日少なめ、少ないかな、ちょっと、先ほど切った大根と人参、長ネギね、ニラ、小松菜が今安かった。小松菜ちゃんはどうして食べるのかよくわからんけど、ちょっと煮てみようかなと。ね、小松菜。えのき。チンゲン菜。オランダマン。これがあったからちょっと買ってみた。しめじ。ね。しいたけの、干したのしいたけがあったから。これ180円。ちっちゃいやつ。まあこれ、だしになるし。干し椎茸はね、ビタミン D になるからね、体にいいから。これを入れます。木綿豆腐。ちょっと安かった。鶏の、ね、手羽先っちゅうか。手羽先やな。手羽元やな。豚邪魔。まあこんなに食べんねんけど、まあ、ざっとこんなものです。もう臨機応変でね、野菜も買ってください。水炊きの定番の白菜がないけど、今白菜がめちゃくちゃ高いから、入れません。ね。はい。今日は本当に、調理をしない人ね、日頃、調理をしない人のために、簡単な調理の仕方。まずね、100円ショップでこういうのがあるから、包丁を使うのめんどくさかったら、これで、ね、これでこうすれば、もうすぐに皮が剥けるからね。ね、これで、包丁でこんなことをすると大変やからね。まず、これを買ってください。100円ショップであるから、こういうやつ。皮剥き器やな、これね。はい、今日は、簡単で栄養が取れて、毎日食べれる。水炊き、ね、この前もしたけど、今日は本当料理をしてない人でも作れるような、ね、手順でやっていきます。人参を切ります。人参。ね、半分に切って、どんどん半分に切っていく。ね。はい、こんな感じ。これだ、あ、小松菜は多すぎるけんもあとしようか。だっとこんなもんね、人参こんな感じ。こんな感じで切ります。鶏肉入れます。しゃぶの肉、もう全部入れようか。はい、豆腐。はい、最後にチンゲン菜ね、チンゲン菜とニラ、よっしゃ、はい、いいやな、もう出来上がりやね。はい、出来上がり、食べましょう。今日は鍋、ヒラマサの刺身、ごっとうや。
はい、食べます。うん、これだけ食べればもうほんと栄養満点ですよ今日。ほんとで、いつもよりポン酢ね、もうポン酢が一番あっさりしてる。よいしょ、では食べます。うん、うん、うまい。白菜の香りにチンゲンサイ、うん、うまい。ひらまさ、これ今日安かったな。うん、うまい。あ、生姜になった。この生姜は絶対つけた方がいいよね、水炊きに。生姜、薬味の薬味もあるし、体にもいいし。はい、ぼっち料理一番簡単なやつ、今日これね、もう一人来るからね。あとぼっち料理ももう一人、本当に一人の場合はもう少し少なくてもいいけど、多分いっぱいになるわ買えば。でもいっぱいあってもすぐなくなるから大丈夫です。ぜひ作ってみてください。はい。